日本競輪学校卒業の同期3人が語る同期の力。今回のゲストはこの3人。もうあの慣れすぎたら気にもならなくなる。ヘッドパンチ、これはしゃな気がするんだけど。本当試験受けるまで選手になりたいと思ったことなかったの。同期の力、お楽しみに。